こんにちは、オーメンズイレブンです。本日もあの噂のホテルに宿泊するために車を走らせています。以前宿泊した時の動画は概要欄からご確認ください。現在の時刻は午後5時前。前回は惜しくもプレジデントルームが空いてなかったので、今回は満室でないことを願う。相変わらずの緊張感、これがまた癖になってきたぜ。相変わらず混んでやがるな。さあ、どうだ。いらっしゃいませ。こちらのお好みのお部屋のボタンを押してください。奇跡だ、2部屋も空いてやがる。601号室と603号室どちらも泊まったことがない。今回私は601号室を選ぶことにした。どんな部屋が待っているのか。無駄に長い廊下を抜け、広すぎる。なんだこの部屋は。この裏にも何かあるのか。こんなところに化粧台とクローゼットが。そしてテレビの裏にキッチンがある。部屋に入ってすぐ右手にある扉を開けると、サウナだ。さらに広い浴室。充実なアメニティ、毎回驚かされるばかりだぜ。そして後ろを振り返ると螺旋階段が。この階段を上がっていくと、屋上露天風呂だ。あいにくの天気で今日は入れそうにないな。よく見たらゴールドばかりの部屋だな。プロジェクターもついている。このマッサージ機には毎回お世話になっている。
しむか。懸垂したくなるな。今日は室内の風呂で我慢しよう。いや、せっかく来たんだ。自然のシャワーが気持ちいいぜ。このハンモックも座り心地が最高だった。風呂上がりにサウナでさらに汗を流し、あっという間に時間が過ぎていく。さあ、晩飯の時間だ。慣れた手つきで注文をし、注文が届くまでマッサージタイムだ。今日はご飯を食べながら映画を見よう。さあ、ディナーの時間だ。今回は思い切ってハンバーグも注文してみた。それ以外は前回と同じものを注文。このピザ、今までで一番焼き加減がちょうどいい。そして何より驚いたのがこのハンバーグ。正直そこまで美味しくはないだろうと疑っていたが、そこら辺のチェーン店より断然美味しかった。ハンバーグのうまさに驚きを隠せないままビールを開ける。飯がマジでうまい。そして酒のつまみを食べながら映画を見る。今回選んだ作品はスパイダーマン。名作だなこれ。映画を見ながら美味しい酒に美味しいつまみ。贅沢な時間だ。映画が終わってしまった。
もう遅いから今回はカラオケは我慢しよう。あとは残ったつまみを食べながら、久しぶりにテレビを見る。さて寝るか。もう朝か。軽い二日酔い。あ、曇り空だが、やはり露天風呂は入りたい。今回の朝食はパンを選んでみた。そしてうまい。もうチェックアウトの時間か。やはりこのホテルを楽しむには時間が足らないな。プロジェクターも使ってないし、フルーツも食べる時間がなかった。さて帰るか。相変わらずすごい割引額だ。安すぎる。天気はあまり良くないが、寄り道をして帰ろう。山梨県は本当に飽きない。さあ、次はどこへ行こうか。